どうもシュートです。さあ今回ですね、7月8日木曜日から獲得できるおすすめ監督紹介、久しぶりにやっていこうかなと思います。でも今週でライブアップデーが終わっちゃったので、まあライブアップデーが終わるっていうことは監督の更新とかもなくなるので、もう多分2022が始まるまで、もう2021終わる日まで今から紹介する監督は取れると思うので、まあすぐ取れなくても、まあ気長に待っていただけたらなと思います。まあいつも通り今回も10名紹介していきますので、よかったら最後まで見ていってください。それではね、早速見ていきましょう。はい、まずはフランセスクイサギーレ監督ということで、まあ、5バックの 1OMF2CF の監督ですね。カウンターロングパスサイド流動的で、サポート距離が5、リトリート中央アグレッシブで、ディフェンスラインの高さが4、コンパクトネスが7となってますね。まあ、マネジメント能力が820とかなり高コストな監督ですし、まあ、まだまだ流行りの5バックということで、まあ、やっぱね、僕も5バック相手にしてて非常に嫌なんで、まあ、そう考えたら5バックの時代はまだまだ続くのかなというか、もうこれから一生続くのかなっていう感じですね。まあ、2021は無難に5バックの監督を使っておけばレートも上がると思うので、まあこのイサギレ監督も割とおすすめかな。まあ攻撃エリアがサイドっていうところがちょっと気になるかもしれませんが、まあそこはね、サイドバックとかうまく絡めて攻撃していけばいい感じにはなると思うので、まあぜひイサギレ監督も獲得してみてください。守備はめちゃくちゃいいと思います。はい、次はアベウブラガ監督ということで、4312の監督ですね。カウンターロングパス中央フォーメーション重視で、サポート距離が10、リトリート中央セーフティーで、ディフェンスラインの高さが2、コンパクトネスが8となってますね。まあこの監督もコスト770と非常に高コストですし、まあ無難に使いやすい4312になってるんじゃないかなと思います。まあセーフティーっていうところがぶっちゃけ気になるので、まあそこは人によるかなっていう感じはしますが、まあそれ以外は僕の大好きなルカダンジェロとか、まああとはジャンダニエルスパーク監督とかともうほぼ一緒なので、まあこのブラガ監督もかなりいいんじゃないかなと思ってますね。でコストも高いんで獲得もしやすいと思いますし、まあ4312にもまだまだ安定してレートを上げれる監督だと思うので、ぜひこのブラガ監督も使ってみてください。はい、お次はドメニコ・ディカルロ監督ですね。カウンターロングパスサイド流動的、サポート距離が6、リトリート中央アグレッシブ、ディフェンスラインの高さが2、コンパクトネスが8の4312の監督ですね。まあ4312、最強のジャニオカント監督に非常に似た監督なんですけれども、まあ、確かジャニオカント監督もう獲得できないんかな、なんか出てこないみたいな話は聞いたことあるんですけど、まあ非搭載になってるんかな。まあでもディカルロ監督はね、まあカントの代わりにはなってくれると思うので、まあ非常にこの監督も魅力的ですね。まあカウンターロングパスサイド流動的っていう部分が、僕が普段使ってるダンジェロ監督とかと違って目まぐるしくね抜け出してくれるんですよね。まあ、CMF とか OMF とかの抜け出しも非常に良くなって、まあ、ポジションはあんま守らないんですけども、なんか至るとこから抜け出ししてくれるっていう感じなんで、まあ、そういう目まぐるしい攻撃をしたい方にはこのディカルロ監督おすすめですね。てか431に使ってる方大体がジャニオカント監督だと思うので、もうその時点でね、関東の強さは証明されてると思うので、まあ、ディカルロ監督も非常にいいんじゃないかなと思います。はい、次はペーター・ツィードラー監督ですね。まあ、この監督はね、もう G3CF の方が圧倒的に強いんですが、まあ、多分この431の形でも強いんじゃないかなと思ってます。まあ、カウンターロングパスサイド流動的で、サポート距離が4、で、フォアチェックサイドアグレッシブで、ディフェンスラインの高さが1、コンパクトネスが10となってますね。まあ、この監督に関しても目まぐるしくね、もう非常に厄介な攻撃をしていきますし、まあ、G3CF の ST だった部分が OMF にはなってるんですけれども、まあ、それでもね、十分強いとは思いますし、なんかこのサイドミッドフィルダーがいることによって余計になんかこうワイドに攻められて、そこも厄介なんですよね。なんでまあとりあえず4312でもおすすめはできるかなと思うので、まあ今回入れておきました。まあ G3CF 持ってる人は安定に乗り換えなくていいと思います。はい、次はアンヘル・コミッソ監督ということで、 G3CF の監督ですね。カウンターロングパスサイドフォーメーション重視で、サポート距離が10、リトリート中央セーフティーで、ディフェンスラインの高さが5、コンパクトネスが9となってますね。まあコスト660ということで、まあ登場はしにくい監督にはなるんですけれども、まあ2022が始まるまで多分あと3ヶ月ぐらいはあるので、まあそのうちに1回は来てくれるとは思います。でまあチェレフチェンコと比べてラインが高いっていうところは非常にいいんですが、攻撃エリアがサイドなんですよね。まあそこがどう出てくるかっていうところで、もしサイドの方が攻めやすいのならチェレフチェンコよりもこのコミソ監督を使った方がいいんじゃないかなとは思うんですが、まあ今作は中央攻撃の方が強いとは思うので、まあその辺はまあまだ使ってみないとわからないですが、まあ多分チェレフチェンコの方が強いのかな。でもラインの高さとかはこの監督の方が程よいと思うので、チェレフチェンコはねちょっと低すぎるんでちょっと守りにくいんですけど、このコミソ監督は非常に守りやすそうなので、まあかなりもう注目してもいいような監督なんじゃないかなと思ってます。いや僕もめちゃくちゃ欲しいですね。はい、では折り返し6人目ですね。マッシモ・パーチ監督ということで、4312の監督ですね。カウンターロングパスサイドフォーメーション重視、サポート距離が4、フォアチェック中央アグレッシブで、ディフェンスラインの高さが8、コンパクトネスが8となってますね。
まあ、コスト660っていうところは、まあ、この監督も来にくい部分ではあるんですが、まあ、CMF もしっかり絞った形の4312ですし、まあ、ディフェンスラインとコンパクトネスが高いということで、まあ、かなり前線からハイプレスを仕掛けていけるんですね。まあ、ファイブバックだとリンフット監督とかがそんな感じだと思うんですけれども、まあ、ぶっちゃけ前線からプレス来られる方が僕的には嫌なので、このマッシモパーチ監督も非常に有能な431になってくるんじゃないかなと思ってます。攻撃面の戦術も本当に悪くないですし、まあ、欠点って言ったらもう本当にコストぐらいなんで、まあ、この監督は僕も狙っていきたいかなと思います。はい、お次はルイス・ペレス・ノサル監督ということで、424の4トップの監督ですね。カウンターロングパスサイドフォーメーション重視、サポート距離が8、フォアチェックサイドセーフティーで、ディフェンスラインの高さが4、コンパクトネスが8となってますね。まあ、僕も4トップの監督は結構使ったことあるんですが、チェレフチェンコ相手とかだと非常に刺さるんですよね。っていうか4バック相手にも全然刺さるんで、なんか全然レート上げにも向いてる監督なんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、こういう4トップの監督っていうのは、もう中盤とディフェンスラインで守って4枚で攻め切るっていう形が一番強いと思うので、まあ、カウンターっていうところも非常にいいですし、まあ、守備戦術はちょっと微妙かな。でもまあコンパクトネス高いんである程度守れるとは思うので、まあ、全然ガチスカで使ってもいいような監督なんじゃないかなと僕は思ってます。はい、お次はパウロ・ソーザ監督ですね。この監督は以前からも獲得できたかな。カウンターショートパスサイドフォーメーション重視、サポート距離が5、リトリートサイドアグレッシブで、ディフェンスラインの高さが4、コンパクトネスが10となってますね。まあ、この監督の魅力的な部分って言ったら、まあ 3OMF が置けるっていうところですね。5バックで守って5枚で攻めるみたいな感じの形を取れるかなと思うので、まあ、守備タイプがリトリートなんで、この OMF の選手たちも下がってきて守備はするとは思うんですけれども、まあ、攻撃時に頻繁に抜け出してくれるとは思うので、まあ、このパウロ・ソーザ監督は結構注目かな。で、カウンターショートパスっていうところも結構攻めやすいと思うので、まあ、フォーメーションに合ってるかなと思います。まあ、マネジメント能力も非常に高いですし、まあ、ガチスカで使えるかどうかはまだわかんないんですが、まあ、この監督も結構魅力的な形はしてるので、ぜひ皆さんも獲得してみてください。はい、お次はランサン・ビュアチャイチョク監督ということで、まあ、この監督も以前から獲得できたかな。カウンターロングパス中央フォーメーション重視で、サポート距離が6、リトリート中央アグレッシブで、ディフェンスラインの高さが1、コンパクトネスが5となってますね。まあ、疑似 3CF の監督ということで、まあ、コスト620っていうところはかなり低いですが、まあ、あとは守備のコンパクトネスとかも気になるかな。でもチェルフチェンコに比べるとやっぱプレッシングがアグレッシブなんで、まあ、セーフティーよりかはマシかなと思います。まあでもコンパクトネスが低いかな。で、まあ、攻撃戦術とかサポート距離は結構チェレフチェンコに似た感じで、まあ、非常にこのビュアチャイチョク監督も攻めやすいとは思うので、まあ G3CF ってだけでおすすめはできるかな。まあ、欠点は先ほども挙げたコンパクトネスとコストの部分ぐらいだと思うので、まあ、このランサンビュアチャイチョク監督も非常におすすめだと思います。はい、ではラストですね、ジーモン・ブリンクマン監督ということで、カウンターロングパス中央流動的で、サポート距離が7、フォアチェックサイドアグレッシブで、ディフェンスラインの高さが5、コンパクトネスが8ということで、まあ、やっぱファイブバックの監督今流行ってますけれども、まあ、リンフットについてこの監督も非常に強いんじゃないかなと思います。まあ、カウンターロングパス中央攻撃っていうところも非常にいいと思いますし、まあ、追い込みエリアが中央だったらもっと良かったんですが、まあ、それでもディフェンスラインも程良いし、コンパクトネスも高いということで、まあ、そこそこ守りやすいんじゃないかなと思います。まあ、コスト700っていうところが、まあ、ちょっと来にくい監督になってしまうかもしれませんが、まあ、僕はね、ファイブバックで今まですごく苦い思いをしてきてるので、まあ、このブリンクマン監督を使って、まあ、僕もちょっと守備ガチガチに守っていきたいなと思うので、まあ、ちょっとブリンクマン監督は狙っていきたいですかね。はい、それでは今回ここでおすすめ監督紹介の方を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、特にこれから注目なのはやっぱりアンヘル・コミスト監督ですかね。まあ、チェルフチェンコとかもかなり長い期間ギジ 3CF で登場してて、まあ、本当にみんな使ってる人気な監督なんですけれども、まあ、このコミスト監督もね、もうこれからずっと登場してくれるのであれば、まあ、かなり流行ってきてもおかしくないっていうか、チェルフチェンコを越してもおかしくないんじゃないかなとは思ってるので、特に皆さんには狙ってほしいかなと思います。まあ、あとは最後に紹介したブリンクマン監督とかも、まあ、今作にかなり適した監督だと思ってるので、まあ、そのあたりの監督、まあ、他ね紹介した監督もみんなおすすめなので、監督更新の時間は3時、11時、19時となっておりますので、1日3回必ずチェックしてお目当ての監督狙っていきましょう。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。